趣味しててください。口が裂けても言えないです。実況ナイトクさんへお願いします。はい、チーズありがとうございます。マフランでケイトドン持ってこいよ、ほまる。はい、チーズ。マフランでケイトドン持ってこい。おはー、おはよんちゃん、なんでやねん。おはかのマフランでケイトドン持ってこい。おはよう、おはようございます。マフランでケイトドン持ってこい。おはよう、チコちゃん、バーティー来てやれよ。おはようございます。今日も可愛いですよ、ありがとうございます。マフラーのケイト玉持ってこい。ポッキー&プリッツの日、イエーイ。1111、今日は1111、ポッキー&プリッツの日です。ツイッターの写真も見ましたよ。いっぱい組み合わせてあった。おはよう、おはよう、サンフランシスコ、ヒャッホイ。じゃあ大好きな、大好きな君が大好きな僕は全力で走る。ゆうちゃん、なんでやねん。元気ですか、元気からなんでのぎる。123ではおこんばんにゃんとろー。チュロス、ありがとうございます。おはよう、はかのーん、実況ナイトクさんへお願いします。おはよう、初見です、なんでやねん。実況ナイトクさん、ありがとう。ゆうちゃん、なんでやねん、なんでやねん、セルフでなんでやねん。好きなさ、はかのーん、こちらこそださはい、おさんちゃん、どうも。マフラーでケイト玉、ケイト玉持ってこい。お目覚めいかが、今日ググ今日は早起きできたし、配信までに目が覚めてる気がします。わあ、口裂けましょう。だめダメです、ダメです。おはよう、マフラーでケイト玉持ってこい。あ、ポップコーン、ポンポン、ありがとうございます。今日も後ろ髪もサボス体型でかな。あ、でも前よりはひどくないです。前は本当にもう大変ボサボサでもう見苦しい感じだったんですけれども。はよさんちゃん、ペコリゴン、どうも。あ、チロス、ありがとうございます。チロス、チロス、寝坊した、急いで朝の準備で頑張って、気をつけて頑張って。なんちゃん、おはようございます。今日も可愛いな、ありがとう。今日はポキアのプリッツの日です。はい、トゥ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 ルルトゥって懐かしい。ボン、お、おはしゃわだ、麺だ、麺だ、どうもありがとう。麺をいただきました、ありがとうございます。あ、最初に朝の4時の配信予約が入っててびっくり、定時に戻って、嘘、4時に入れちゃってた、嘘、ごめんなさい。定時配信です、今日も。マフラーでケイトでも持ってこい。石田さん持ってこい、なんでやねん。マフラーでケイトダム持ってこい。僕は君が好きだ、大好きだ、だだ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 と思って見てたんだけど、15、16もわははははい、今回ね、連日連続なので頑張りたいと思います。楽しんでいきましょう。ポップコーン、ポンポン、ありがとうございます。おはよう、はかのインスタ作戦会議アーカイブ見えた、あ、よかった。ナスに多彩で紹介されて、もう恐れ多いですね。今日もテロップは転覆、あ、それもちょっと書く、途中で変えようかな。とりあえずね、今日はあのね、お友達来た、 OK。 おはよう、2週連続月曜日終日公演当選しました。ほっ、11、合わせていきましょう。マフランでケイトダン持ってこい。カノン、ちょっとまだまだ楽しめないんで、今のままじゃちょっと頑張ります。昨日は仕事で遅かったから眠い、あら、けっと仕事行ってきます。あー、決めてください。おー、頑張ってね、行きますよ、せーの、キラキラ起きろー、キラキラ起きろー、キラキラコケコッコー、頑張ってください。
眠いですよね。おはようちゃんなんだよね。おはよう。マフラーでケト玉持ってこい。おはようちゃんなんだよね。ケト玉持ってこい。今日一応社4人までいい日ですか。うん、なんでですか。あ、1111だからダメです。一押しは一人です。一押しだもん。ミレちゃんなんだよね。最初は4時になってた。その後の元に戻った。え、カノンの知らないところでようやく配信が動いてたんですかね。おはよう。チュロスもらってきてます。お願いします。ぜひメニューからチャレンジ欄を開いて無料チュロスギフトがあるよという方はカノンさんに恵んでください。チュロスをお願いします。おはよう。練習は順調ですか。うん、やっぱりやっぱりやっべーとって感じです。いえいえ、一押しが111人認められる日です。もう皆さんたら、例えば今日は大富豪やりすますにしましょう。だってうふ、ちょっとカノンさんできてなくて本当に申し訳ないなって思います。ポップコーンポンポン、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。そうだかと、おほ、お友達って、あ、そうなんですよ。おはよう。トレーナー、そうです、トレーナー、トレーナー。あ、まず誰のお友達かっていうと、じゃじゃーん、くま丸のお友達です。おはよう。マフラーでケトだ持ってこい。お仕事いってらっしゃい、頑張ってね。ツイッターあげても見たい、言われないのから今あげてないだって。え、見てるよ。出てこない時があるから、もうそういう時は名前で調べ直して見てるんだよそうだ、出てこない時があるんだもん本当に。ピクトグラムでしょ。その通りです。はやかちゃんが来たわけじゃないですよ。お部屋でケトダン持ってこい。ごじさんちゃん管理ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ喜んでます。では今のままじゃ楽しめないんで頑張ります。チェキオ大徳さんありがとうございます。マフラーでケイトダム持ってこい。メンバーショックで公演しばらく行かないことにしてます。トーク会もこれからに。そうなんですか。同率1、あー、それはじゃあもう認めなきゃいけないですね。ではお友達を呼びたいと思います。でデン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 、さんちゃん、タコちゃん、あと1108人。ああ大変な、くま丸のお友達が。おはようさんちゃん、おはよう。チュロスチュロス、マフラーでケトダム持ってこい。ああ、ポッキーどうも。はポッキー、ポキポキー。お時間と管理ありがとうございます。申し訳ないのですが守備力大の生徒さん T シャツは着ません。えっ誰の生誕 T シャツ、シャシャシャ。やっぱりさんちゃんはめっちゃかわいい。すっぴん、あ、そう、とすっぴん失礼いたします。おはようございます。さあ、くま丸2号というよりかお名前がちゃんとあります。でもほら見て、こう、もう顔がね、もう全く一緒なんですね。もううり二つということで、なのでどっちが、まあ、名前をじゃあまず紹介すると、この子は、くま、まるこちゃんでーす!イエーイ!さあ、この子は、くままる。くままるは、実は、名字がくまで、まるが、名前だったんですね。ってことは、くままるさんなんです。くままるくん。はい。では、こちらは、くままるこちゃんということで、くままるこちゃんがお家に来ました。イエーイ。でも本当にお顔がそっくりなので、あれ、どっちがくままるでどっちがくままるこちゃんかなっていう実験が起きてしまうんですね。それなのでかのんさんがお家にやった、じゃじゃーん、リボンをつけました。キャー、かわいい。ということで、お家のリボンがないのが今までのくままるくん、リボンがあるのが新しく来てくれたくままるこちゃんでございます。どうもお願いします。
ではコメントを読みますコメントおおおおお、充電確認してできてたのにできてなかったみたい。あら止まっちゃった。戻ってきました。失礼しました。あらな、あーコメントがなくなった。宇宙は目覚めお届けありがとうございますねえ、もうどこか分かんなくなっちゃった。どこだどこだどこだ。みおまるさん推し、寝てるスキンリボン取っちゃダメだよ。はい、お帰り、ただいま。押します、押します、押されます、押されます、ありがとうございます。あー、リセットしたのでごめんなさい。なんかね、充電、こうちゃんと充電器つないでるんですけど、で、あ、充電できたと思って始めたのに、低電力モードにしますかって聞かれて、充電してないのって。今もう一回確認し、つなぎ直して確認しました。女の子に勝手にって、女の子だもん。リボンです。はい、ただいま、どうも、おはよう。がーん、今年超無録で気が利いた声書いた、それはいやー、それはもう悔しいな、読めなくて。フランで消えてた、持ってくい。はい、なので今日からはくままる子ちゃんとも一緒に配信も楽しんでいきたいなと思います。じゃあ記念撮影をします。家族写真、はい、チーズ、くまーくまー、はい、チーズ、チーズ、クマー、はい、チーズ、クマー、チーズ、クマー、クマー、クマー、はい、どうもありがとうございます。皆さん撮れましたか、家族写真。クマさん、クマが3人はいないですね。愛のあるコメント入れたの飛ばすなんて、なくなっちゃったんだもん、コメントが。クマまる子ちゃんはアニメ化しますか。クマまる子ちゃんですか、アニメ化したいですね。あ、ポップコーンバスケットありがとうございます。東京に下丸子って駅がある、カノンならぬキャノンの本社の最寄り駅。なんかつながりがあるようなないようなあるのかな。家族ってカノンさんの立ち位置は。お母さん、おはよう。実況大徳さんへ応援お願いします。マフラーで蹴ったも持ってこい。キャノンね、いつもくまちゃんにいじる。くまちゃんも、くまちゃん、くまちゃんさん、はやにショールームの思い出が増えてくるね。もうどんどん増えて、もうくままるくんたち、くままるくちゃん入れないです、この棚には。そもそもね、あの頭がつっかえちゃうんですね、この高さがダメですね。あ、あ、くままるくちゃんと一緒に他のプレゼントありました。お菓子がお菓子がありました。はい、チーズ、ありがとうございます。シマル君の帰宅ラッシュはキャノンの社員だらけ。おお、なんかね、こいクマ、あ、チーズ、熊崎くまる君、はい、チーズ、はい、チーズ、コメント、あ、はい、チーズ、はい、キャー、事故る事故る。熊崎くまる子、くまちゃんさんのコメントなくなったの、困ったな、困ったな、困らしちゃうぞ。頼むおこと書いちゃう、何にも、もう新入りのくせに。はい、チーズ、ありがとうございます。どなちゃんみたいな、みたいにちっちゃくしたら、あー、妹ってこと。はい、チーズ、ありがとうございます。床に落ちてね、いるよ、ちゃんと机の上に。はい、チーズ、ありがとうございます。マフランでケツ玉持ってこい。はい、チーズ、マフランでケツ玉持ってこい。お菓子も来ました。今日はお菓子を食べたいと思います。スヌちゃん、今日はね、あのスヌママとスヌパパが、あの2人ともちょっと用事があって行かなきゃいけなくて、今2人しか、家に2人しかいないので、
そうだから出発の時につるちゃん一人で行かなきゃいけなくなっちゃうと寂しいので、あの来てくれますいつか。だから一緒にお菓子を食べようと思います。速攻で食べた、まだあるよちゃんと、おまちゃいじしてないですよ。ポップコーンバスケットありがとうございます。デコりません。またライブルが増えた。あららららら ら, 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 らおもるさん、いじりとしてないですよ。303日連続配信ありがとうございます。実況大徳さんありがとうございます。CD 俺が、うん違うよ違うよ、くままる子ちゃん、ベロマル最近ではベロマルさん、ベロマルさんは久しぶりにベロマルクイズでも出しますか。303日ありがとうございます。かいかのちゃんはいありがとうございます。ベロマルがすねながらになってるかもだってくまちゃんの方ばかり。あーポップコーンポンポンありがとうございます。303日もありがとうございます。ポップコーンポンポンありがとうございます。はいお菓子を食べます。林さんは来ないで、来ないです。みれちゃん来ないです。よしすずちゃん来たらギフトで、あもう皆さんぜひメニューからチャレンジ欄を開いて、チュロスがあるよって方はぜひカノンさんに恵んでください。ツッキュ大徳さんへありがとうございます。ポップコーンポンポン、おはよう。じゃあテロップをチュロス関係に変えたいと思います。かのちゃんおはようございます。どうもどうもです。おにゃまる東山動物園に帰るかも。もともと東山動物園がお家だったの。さんちゃんおはよう。おさぎちゃんうーたんうーたん、仙台の牛タンを、牛タン食べたいですね。うーたんって言ったよね。ウータンって言ったよね。ウータンって言ったよね。十キロ大徳さんへ応援お願いします。名古屋駅でミレイちゃんアクリンとマヤが乗ったポスター見て、本当ですか。名古屋駅のいずこに伊豆さんは来るよね。来ないよ、来ないですよ。スルちゃん登校前にお菓子を食べて大丈夫、授業中にお腹いっぱいで眠たりして大丈夫大丈夫、朝ごはん食べてってるから。なんだってなんだ、ミレイちゃんは来ないのか。来ないんだよ、そんながっかりしないでよ。スルちゃんおはよう元気ですか。まだ来てないです。まだ来てないです。今日も早起き、その定時配信ありがとうございます。おはようございますです。どうも、くままるとくままる子は漫才しますか。しないです。サラダとカノンのあれを取っちゃったらかわいそうなので。どうもくままるとまるとまる子でくままる子、ちょっと違ったな。NHK の番組の、そうそうウータンいたよね、ここにマラカスみたいなのを2つつけてる、一時期めっちゃ大好きだった。 NHK の、あまた読んじゃった。おはよう、28日のトーク会撮った。おーほんと撮ったの、よーよーよー嬉しい、ありがとうございます。楽しみです。ウキウキワクワク、ウキウキワクワク、ウキウキ、あ28日はあれだね、ヨコニャンさんとのクスプレをする日です。おはよう、16日当選しました。おサイリウムは、あサイリウムは上手から紫白ピンクですか。あそれはですね、どちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫です。紫白ピンクになってたらもう頑張って見つけます。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。レッツゴーレッツゴー。校内通路、校内通路はいよ、名古屋駅でカノに見つかるから、見つかるよ、気をつけないと。マフラーで決断持ってこい。ミキちゃんはもちろん来るよね。来ないです。今日も北海道からご飲んちゃありがとうございます。最近あっさりの癖、不正が強いんじゃ。はい、癖強いですか。本当ですか。そんなことないですよ。くまめとくまろくはどうやって磨きますか。リボンで、もうリボンがなくなったらもうどっちも一緒、もう二人とも、もう双子ちゃんみたいな感じで分からなくなります。
こ行った、あショールームテーマパークキャンペーン達成もメンバー今のところ6人、スキスヤまだ0人です。難しいんですねやっぱりね。ちょっとなんか皆さんがおこの子はチュロスを欲しがってるぞっていうのが分かって、初見さんがあ来てみようかなって思えるテロップを考えましょう。お腹が好きすぎましたとかなんかいい感じのテロップを考えます。今日は恋人たちの日、いやー恋人たちの日、チーズの日いいですね。西人、やばい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 、絶対違う、なんて読むんですか、侍の日、公共日、入ってる、公共建築の日、ほほん、はい、画角に熊丸と熊丸子の顔だけでどっちだクイズしてください。わかりました、佐野さんのトーク回すべて取りました、多分嬉しいね。カロちゃん今あ今度お歌やるときボーイフレンドの作り方歌ってくれたらウズピンな、ボーイフレンド作りかな、てん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 、オッケー、ボーイフレンドね、オッケー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 、おはようさんちゃん、おはよう一日さんちゃん、ドラマちゃんがこういうんだ、ありがとうございます。でも取れたもう大事件です。それはニキちゃんがあるのが、ニキちゃん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 があるの、マルクちゃんやばい、お花かゆい、一体スヌメルに一体スヌメルにあげたらいいの、ああ二人で二つを使っていきたいと思います。第一次世界大戦停戦記念日、うん、か折り紙の日、へー、ジュエリーで宝石の日、ピーナッツの日、ピーナッツ、この前インゲンピーナッツってのを食べてすごい美味しかったです。そんな回かのちゃん、おします、おします、おさえます、おさえます、ありがとうございます。名物今日は何の日、今日は何の日、今日は1年で3番目に記念日が多い日、大変じゃんそれは、もう選ばれし者が持つくまま、そうですね、くままるこさん、選ばれし者が持つくままるこさん、ありがとうございます。はいチーズ、ありがとうございます、仕事頑張ってね、いってらっしゃい、チュロス、ありがとうございます。西人、合ってるね、合ってるの、合ってるのか、今日はチュロスの日だから投げて、あーもうチュロスの日にしてしまう、ポッキー&プリッツじゃなくて、あれはチュロスが4本立ってるということ、チュロスの日かなとか、投げてって難しいからね、チュロスの日かなって書いとこう今日はチュロスの日かなって、あっさりするけどチュロスクリーミー、あーえー、あっさりじゃないですよ。ポップコーンポンポン、ありがとうございます。おはようヨンちゃん、なんでやねん、いただきます、やます、いただきます、やますの日、勇者の日、はは、生ハム、箸の日、あ箸の日はわかりますね、なんとなく、マフラーでケントドマ持ってこい、お仕事頑張ってください、バイト、あ俺に新鮮さなくなったか、そういうことじゃないそういうことじゃないよ、ボーイフレンドの歌ありが分かった、え本当に分かんないよ絶対、分かんないよ絶対、あのちゃんおはよう、ちょっと早いけど16日の公演挑戦して、おお楽しみです、ワクワクウキウキワクワクウキウキ、仲良く2人使う、はい、そんな喧嘩しないです、ガールフレンドの作り方の曲はないんですか、あー確かにちょっと書いてもらわなきゃですね、てん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 、煙突の日、サッカーの日、ベンチの日、じ時期、時期の日、磁石の日、プラズマクラスターの日、ん
プラズマクラスター。わーわー難しい、ここのここの塊は難しい感じの。あ、ポップコーンポンポン、ありがとうございます。今日は夕方セーター外れて泣いてる記念日です。ピエマフラーで毛糸でも持ってくい、チュロスな気分。あ、いいね、チュロスな気分、チュロスな気分もいいな。どうしようか、ポッキーに欲しいなっちゃった。実況大徳さんありがとうございます。イオン液体の日、お揃いの日、あ、お揃い、ベースの日、配線器具の日、靴下の日、靴下の日、うん、マフラーでケツダ持ってこい。あーよ、あー、公園当たったの嬉しすぎて覚え忘れちゃった。ウィークハート、どうもおはよう。なあ、マフラーでケツダ持ってこい。しまった、顔に出てないよ、そんな違うもん絶対。ゆうかたんに当たりますよ、ニンティンだってもらったのに外れるなんて。ゆたの日、鏡の日、鏡の日、まつげ美人の日、まつげ美しいまつげの日、一緒やん、コピーライターの日、まつげ、カルンさんのまつげは見せ方がわかんない、まつげの見せ方意外と長いです。あ、ど、釣り目になっちゃう、ほら意外と長いんです、見えますか、ほら意外とまつげが長いんです。カナンの子ありがとうございます。チュロス売り切れです、わらび餅なる、うー、なんちゃってポーズ、ビッグハートポーズ、ありがとう。その顔怖いよだって。すずちゃんにあれしたけど少ないからもう少しあれします、詳しくはメール、メールメール昨日読みました。まつげ綺麗な、お長いで、ありがとう、初見です、なんでやねん、まつげ、そう、まつげの見せ方ってどうやってやればいいんですかね、まつげほら長いんですよ意外と。はい、すよすよ、押されるよ、押されるよ。キャットパスの日、スーツセレクトの日、チンアナゴの日、モールアートの日、モールアート、モールアートね、モールアート一時期ね、カノンハマってた時があった、めっちゃ独学だったけど、美人さんなりありがとうございます。まつげすごい、そんなそんなスタンプあったの、スタンプっていうかなんていうの、顔文字、眉毛にしか眉毛、眉毛美人ですよ、眉毛403かな、403に褒めてもらった眉毛。ピーナッツってスヌーピー現代ピーナッツね、そうそうそう言いますね。ちょっとあのお話の方はあんまり詳しくないんだけど、ピーナッツ、ピーナッツカフェとか言いますもんね、聞いたことある。うん、まつげ長い、あげたらお目目パチパチね、そうなんです。で二重がこうなんか隠れちゃうんです、隠れてしまうんです。わらびーもてぃ、もう焼き芋よ、美しいまつげや左右2本ずつ長いのか、左右2本ずつ長いのか、左右2本ずつ、え、まつげ絶対俺の方が長い、本当に負けちゃった、マフラーでケータダを持ってこい。アイカペンよりまつげ長いかも、アイカペンさん、そう、まつげ長いんです。マスカラをつけたらビヨーンって伸びます、ビューラーでギューと、もうビューラー頑張ってますよ。ピクピク、モール信号の日、あ、信号、うん、星になった、ネイルの日、カノはネイルをしたことが ないとは言わないけど全然してないです。ネイル、整えの日、いい出会いの日、いい出会い、カノンちゃん中止になるまであと111日の日、本当に本当に1111日過ぎたら一中止になりますか、本当ですか、眉毛借金、眉毛ビーム、怖い怖い、もっと他に褒めるとかある、
よね。だってカノンさんあるある、もっといっぱいある。夢を描くバルーンアートの日、あ懐かしいですね。うまい棒の日、うまい棒はあの太もものとこで割ると4つに割れるんですって。ヤンヤンつけ棒の日、カノン大好きだった。おばあちゃん家に行くときは必ずそれを買ってもらって車の中で食べてこぼしてた。スティックパンの日、あはスティックパンってもう無限に食べれるよね。はじめまして、なんでやねん。やはり将来はビジネスをしかしない。なれますように頑張る。押します、押します、押されます、押されます。アロンカイズビヨン、お今日の配信記念もう大変多いですね。ネイルをしてるとネイルネイルの、そうなの、乾かすときにから独特な大事ですね。稲妻といえばあやさんは美しい稲妻、美しい稲妻さん選抜じゃありません。ほのさん、あそうなんです、名言が途中で遮っちゃった。麺の日、棒ラーメンの日、たくあんの日、もやしの日、新生姜の日、この前新生姜の天ぷらかき揚げみたいなのを食べました。天ぷらかき揚げ、あっさりしなければ一応進出するんだけどな。本当ですか、本当ですか。あっさりしてないですよ。こぼす、はい、あのあれがヤンヤンつけ棒はあのあれでしょ、パンダさんのやつでしょ、あのかわいいさカラフルなお砂糖がいっぱいちっちゃいのが入ってるじゃないですか。あれをこぼしちゃうんです。おはようさんちゃん、名古屋で2週連続食べるのかな、はあ、なぜ星になった、なぜ星に、どんだけ記念日あるんやって。今日はだ3番目だ、これでも3番目で大変だ。おはよう焼肉、花会員、花会員、あ焼肉ね、見た焼肉見た、美味しそうだった、ずるかった。花会員です、元気です、新生姜が美味しかった。アメリカで、あそうなんですね、食べれないのか。どっちかっていうと記念日8時までに終わるんだろうか。確かに、あとすぬちゃんは来るんだろうか。いいよ来ても。君しゃ君シャンイリコの日、鮭の日、豚まん、やばいやばい今日めっちゃ多い。豚まんの日、きりたんぽの日、串カツ田中の日串カツ田中の日、カロンラブありがとう、おはようございました、おやすみなさい。新生姜、星投げ、星失敗したの、大丈夫、失敗、あららら、なので大富豪でない、なんでやねんって、大富豪は本当にできますように。新種は本社に、栃木にある、栃木市、言いました、パッケージ変わったとか、そう、どこのっていうよりか新生姜っていう風に書いてあった。カノンが食べた、モールス信号の日、はは初見です、なんでやねん。すぬちゃん肉まんまる子取られちゃう、一緒にお菓子を食べようと思って、呼ぶかちょっとすぬちゃん、すぬちゃんっていつ来ればいいか分かんないみたいに思ってるかもしれないから、すぬちゃん初見です、なんでやねん。あれだそうです、すーちゃん休みじゃないですよ。ななすーちゃん起きてるよ。 SK、 あ SK のファンの方、そうなんですか、ごめんなさい、ちゃんと理解できてなくて、応援いつもありがとうございます奈良漬けの日、介護の日、いい獣医の日、ワンワンギフトの日、ワンワンギフト、一人旅の日、いいですね一人旅、おはよう
彼は絶対できないけど方向音痴だから。スーちゃんナンバーワンが揃ってるから、あーほんナンバーワン唇今色がナッシング、タタン色がつきました。唇に車だけ出てきます。いってらっしゃい。記念日は以上でしたが、コメント打つのが大変だと。お疲れ様です。手を休めてあげてください。ありがとうございます。お客様のお呼び出しを申し上げます。ピンポンパンポン、いたね。まずは無理やりは食べさせないよ。靴下履いてないです。うん、メイクメイクしてないよ。仕事始め、お仕事支度忙しいみたいです。いい匂い出したんでご飯を食べてたかも。先にお菓子食べる、絶対もう速攻で来るね。今日の眉毛は56点。普通眉毛さん、鼻かいいです。歩行地あちこちどっち、なにー、お疲れ様です。じゃあちょっとカラオケの準備をしておきましょう。おはよう。立ち位置はマスターできましたか？まだです。本当にどうしてくれるんですか。おじいちゃんのの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 、あ、でも本当に歌ったら分かっちゃうよ多分。自分の歌ありじゃないと危ういから。チュロスの日でもあるんです。はい、なのでチュロスお願いします。おはよう。チュロスありがとうございます。だ、嬉しいです。仕事始め、お仕事ポッキーの日、ポッキー食べてます。お、美味しい、美味しいよね。ポッキーポッキー食べたいな。ポッキーポッキー、セブンさんにもポッキーあると思うね。そしたら食べたよって報告できますね。ポッキー、ポスの俺だけじゃないからちょっと許します。ちょっと飛んじゃう時はあります。テンパり、もうやばい、やべえぞっていう感じ。あんだ、やべえぞやべえぞ、どうしてくれるんだ皆さんっていう心の叫びを抑えて歌いたいと思います。気合で願いします。気合だ気合だ気合だ。ドン。気合だ気合だ気合だ。ドン。気合だ気合だ気合だ。ドン。頑張ってください。ポッキー&プリッツの日だからポッキーは食べたけど、その最後の一箱、そんな人気になっ、そんな売り、もう皆さんすごいですね。仕事行ってきます。もうそろそろ上着着て行ってはダメですね。タンクトップで行くべきですね。仕事行ってくい、頑張ってね。バスケットポンポンありがとうございます。ポップコーンバスケットありがとうございます。聞いたら、そうですね、じゃあちょっと急がないと。そう、海パンにタンクトップですよ。チェッキアナイトクさんありがとうございます。ポンポン、フルーツバスケ、フルーツじゃない、ポップコーンバスケット、ん、ちょっと待って、これ打てない。ボーイフレンないとかあるのかこれね。ないんじゃない？あったよ。土曜日のあさりやめてボードにします。気に言います。埼玉土曜日はあっさりボード、あっさりやめてボード、ボードボードボードだ。いいや
10キロ大特産ありがとうございます。オムライス作ったけど寝てしまって朝ごはんになってなんでやねん、眠気が勝っちゃった。ございます。あーポップコーンポンポン、もうだるまちゃんが転んだもの、くまちゃんの風船も皆さんたくさんありがとうございます。寒くなったな、ありがとうございます。寒い寒い、ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。サリウムもありがとうございます。くまちゃんの風船もありがとうございます。ポップコーンポンポン、ありがとうございます。自主練頑張るね。
K2 昇格する未来の本当ですか。ポップコーンポンポンありがとうございます。あ、来た、おはよう、おはよう、ちょっと時間がなくなっちゃったじゃん。いいよ、じゃんけんだけするね。うんうん、いいよいいよ。最初はグー、じゃんけん、じゃんけん、行ってきます。いってらっしゃい。いいよ。ずるちゃんギリギリになっちゃった。走って行っちゃった。あらら、お菓子が一緒に食べれなかった。そらちゃんいきなり来ていきなり帰ってっちゃった。あらら。さあ、それでは、あ、もうフライングしちゃったけど、じゃーん、お菓子も届きました。で、てでてでん、光ってる。さあ、お菓子をいただいていこうと思います。なんか急に寒くなったんだけど、帰ってきてから、はい、食べてください、ぜひぜひ。いってらっしゃい、あ、いってらっしゃい、行った？行ったか。じゃあ開けてみよう。急に本当に寒くなってきちゃった。ありがとうございます、せいちゃんさん、せいちゃん賞いただきありがとうございます。あー、チュロスとメリーゴーランド、ありがとうございます、嬉しいです。では、なんだこれは、チョコレートかな。かぼちゃが笑った、あ、ハンハンハンパンプキンの、おー、チョコレートかな。なんか食べてみたいと思います。いー、ハンハンハンだね、これはもう顔がハンハンハンって顔してる。お化けが来たの、怖いな。おばけ、お、チョコレートです、いただきます。うん、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 おいしそうですね。中身はチョコレートです。チョコレートインチョコレート、トロトロなチョコレートが入っています。うん、とてもおいしいです。目が覚めました。チョコレート食べたら目が覚めました。ちょこっと朝がね、贅沢を。これ味全部一緒かな。もう一個くらい食べても大丈夫ですね。カカオ 70% を食べてみようと思います。ありがとうございます。ボンボンショコラ、え、食べてるカロンちゃんもやっぱり、ありがとうございます。福岡せんなさん、はい、で外が超寒い、うん、寒い。チュロース、ありがとうございます。すぬちゃんに、はい、届けますね、風邪ひかないように、はい。チョコマミです、甘い。あ、色が違います。全部は食べないです、ニキビが、色がさっきよりだいぶ濃い、もう黒、ほぼ黒っていう色をしております。断面は綺麗だったら見せますね、ちょっと。うん、少し苦そうです。うん、カカオが高いです。カカオはこっちの方が好きな、カカオ、カカオ 70% 好きです。ミキちゃん、うん、食リポ、さっきよりも大人な味がします。苦味があってカカオの香りが豊かです。さっきはもう甘いって感じだったんで、甘いのもいいですけれども、
カノンは苦い方が好きです。 80% までいくとちょっとポソ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 ってかクッって感じが強くなっちゃうので、カノンの中で70が美味しいです。いってらっしゃい。いきなりびっくりしちゃった。ちょっと若いでミレイちゃんとミレイちゃん嫉妬しちゃうね。断面は綺麗なとこだけ見せるとこういう感じになっています。伝わりました。ビター、うん、めちゃめちゃビター、うん、うん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 、あの外は苦かったけど中の包丁の部分はこう華やかな感じでした。華やかなお味でした。いってらっしゃい。マフラーで決断持ってこい。まだおったね、もぐもぐ。あー、くまちゃんの風船ありがとうございます。くまちゃん、さあでは本当にせいちゃん賞をくださり、豪華せいなさんありがとうございます。とても美味しいでございます。あと何があるんだろうね、気になっちゃうね。まあちょっと今後ゆっくり楽しんで食べたいと思います。50カノンに好きな歌のお届けありがとうございます。お時間はやばいですね。じゃあサンデスタイムをいきたいと思います。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って同場13位さんです、アットマークヤクファミリーネットリン、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、アットマークヤクファミリー、イエイ、ありがとうございます。10位さんです、アットマークヤクファミリー、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、アットマークヤクファミリー、ちゃちゃ、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、アットマークヤクファミリー、デデイ、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、アットマークヤクファミリー、マロマロ、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマークオンヤクファミリー、ありがとうございます。ビギナーさんがついてる。そして今日の第1位はドゥル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 デデーさんです、ありがとうございます。そして今日の85位やこさんは、さんです、おめでとうございます。あなたもぜひやこさんになっちゃってくださいね、バッキュン。はい、ということでありがとうございます。今日はこのピントの全然合わないバレリーナでした。さあそれではあと5分、5分で時間がないのにホームに戻してしまった。チキマル、あ、ベロマルくんクイズを出してもらおうかな。じゃあ K2 さんの最終ベルが鳴る公演からくま丸くんが、ベイベーこの鳴き声であのクイズを出してくれます。何の曲をやってるか当ててください。それではいきます、サビね。こういう感じです。わかりましたか。おうちかのんさんだけ寂しい、そんなこと言わないね、寂しいじゃん。だ、わかりません。正解はシャム猫でした。さあそれでは今日は延べ人数で2819人の方が見てくださいましたので250円のチキンをしたいと思います。どこか、ああどこからか250円チョキン。
ありがとうございます。何歌おうかな。練習ちょっとね、本当にね、お家の情報に触れちゃダメですそう、場所はねちゃんと言わないように。あと2分。うん、曲が出てこない。あー、ではあと2分になっちゃったので歌はできないです。コメントを読みたいと思います。そう、今は一人で独占状態。あーって言ったらもう一人です。寂しい。さあ、じゃあもう一回チュルスを伝えとこうかな。それでは皆さん、メニュー欄からチャレンジ欄を開いて無料チュルスギフトがあるよという方はぜひカノンさんにチュルスを巡ってください。お願いします。ピーチソーダ、桃の香り弾けた、炭酸の泡破れてなかった。あー、チュロスありがとうございます。ねはー、俺ありがとう。チュロスありがとうございます。チュロス、チュロスありがとうございます。それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまた今夜はね、ありがとうございます。チュロスありがとう。わー、チュロス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 、あと30秒。チュロスありがとう。上手です。バイバイ。またね、良い一日を送ってください。バイバイ。チュロスありがとうございます。他にもたくさんありがとうございます。ポップコーンポンポンもありがとうございます。バイバイ、バイバイ。チュロスありがとう。バイバイ、バイバイ。あー、300円いかないかな。